アメリカのニューヨークタイムズ紙がアメリカ政府高官からの情報として、2022年2月24日の侵略開始からウクライナで死傷したロシア兵が20万人近くになっているとする記事を報じていたよね。しかし独立系の調査組織である紛争情報チーム CIT のアナリストの推計では、行方不明者も含めたロシア軍の戦死者、負傷者の総数は27万人に上るとしていることが明らかになったぜ。予想以上に多くの犠牲者の数が露呈したってわけだね。あんなずさんな作戦を取っている時点で察していたけどさ。そうだね。さて今回はロシア軍の攻勢を支える人海戦術により死傷者最大27万人について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。CIT ではロシア側のメディアから発信された兵士の死亡に関する記事を報道している BBC ロシア語版の記事を独自に分析して精査し、ウクライナ侵略開始以降は3よろず3000人のロシア兵が埋葬されたとしたほか、戦闘中に行方不明となっている兵士作戦行動中行方不明者 MIA について、ロシア軍の第一戦車軍が挙げた報告書から推計していて、首都キーウ攻防戦における3ヶ月間に第一戦車軍が記録していた戦死者数61人、行方不明者44人との比率を、ウクライナで戦闘を展開している全てのロシア軍部隊に当てはめて適用した場合 MIA が数万人に上るとした上で、そのほとんどは戦死していると見ているよ。これらのことからウクライナ侵略開始からこれまで、ロシア軍全体においては6よろず5000人が戦死あるいは行方不明となっているとして、戦死上の統計からすると戦線から離脱する戦傷者数は戦死者の3倍から4倍になるとの見方から、ロシア軍全体の戦死傷者と行方不明者の総数が27万人になるというんだ。この数字が正しいとすれば、ロシア軍においては侵略開始時にウクライナに侵入したロシア兵が、すべて戦線から離脱している計算となり、この数字が推計であるにせよこの1年間でロシア軍がどれほどの人的損失を出していることは明らかだな。多大な人的損失に悩んだロシア正規軍においては、昨年9月にプーチン大統領が予備役を招集する部分的動員令と発令して、30万人以上の予備役を集めて満足な訓練をせず、満足な兵器を与えずにすでに最前線に派遣して大きな損害を出したことが報じられているほか、民間軍事会社のワグネルに対してロシア国内刑務所の受刑者からの兵士募集を承認するなど、なりふり構わぬ増員策を取り、ワグネルにおいては受刑者4万人を集めて軽装備の突撃部隊を編成したと見られているよ。ワグネルはウクライナ侵略前には約5000人の戦闘部隊を保有しているとされていて、キーウ攻略戦にも参加してキーウ近郊ブチャでの民間人虐殺に深く関与したことが疑われているぜ。ロシア軍がキーウ攻略を諦めて撤退し、損害を受けた部隊を再編してウクライナ東部ドンバス地方に投入した際に、ワグネル戦闘部隊もドネツク州のバフムート制圧に投入されていたみたいだな。しかし、岩塩などの地下資源が豊富なバフムート周辺には坑道が多数掘られていて、ウクライナ軍がそれらを利用した地下要塞を構築しているとされ、攻略に苦戦したワグネル戦闘部隊は疲弊し壊滅状態に陥ったことなどが伝えられていたね。その後ワグネルは極東のシベリア方面やロシア連邦を形成するチェチェン共和国などで傭兵を募り、戦闘部隊を1万人規模に仕立てたものの、それだけではバフムート攻略には不足として、ロシア国内の刑務所をワグネル創設者のブリゴジン氏が直接訪問して受刑者に刑期の恩赦や、報酬を約束して志願兵を募り4万人を集めたと見られているよ。ワグネルではこの4万人の受刑者部隊を傭兵部隊の補充には使わず、編成して複雑な作戦計画などを必要としない軽装備の突撃部隊としてウクライナ軍の陣地に向かって闇雲に突撃させて、ウクライナ軍を消耗させる人海戦術に使ったために、これらの受刑者部隊では戦力を 80% 以上失ったほどの大損害を出しているというんだ。受刑者だからってどう扱っても良いわけじゃないよね。きっと刑務所にいた方がマシだって強く思ったはずだよ。アメリカのシンクタンク戦争研究所 ISW によると、ワグネルの囚人部隊における甚大な損害はロシア国内にも伝わっていて、
ワグネルの募集に応じる受刑者が激減したとされ、このことが正規軍の新兵募集にも大きな影響を与えていて、ロシア軍の増員計画の進捗が滞っているというよ。実際にワグネルでは先日、刑務所における兵士募集を止めることを発表していて、その理由としては最前線における非人道的な扱いに加えて、6ヶ月の契約期間を運よく生き残って満了した重犯罪の受刑者が解放されたことなどを受け、国内での批判が高まっていることなどがあるのではないかと見られているんだ。ロシア軍は侵略開始前までは、人員約100万人のうちの約50万人は契約軍人で構成されていて、残りの50万人は18歳から27歳まで1年間の兵役を課した若者を徴兵して補充していたね。ロシア国内における徴兵対象年齢者は毎年約100万人とされていて、このうちおよそ3分の1が医療従事者や特殊な職業などによって兵役免除とされており、残りの70万人の中からロシア軍では毎年約20万人を徴兵していたんだ。そのためロシア国には徴兵対象者の余剰人員が少ないことから、プーチン大統領が9月に部分的動員令を発令する直前にそれまで40歳としていた徴兵対象者の年齢制限を撤廃したってわけだな。つまりロシア政府やロシア軍の上層部では、昨年8月時点でウクライナでの戦力損失を補填するためには従来の徴兵制度では難しいと判断していたことになり、すでにこの時点でロシア軍においては甚大な人的損害が発生していたことを裏付けるとする見方があるぜ。2022年末から2023年1月にかけて、昨年9月に招集した予備役動員兵のうち即座に最前線に投入されずに十分な訓練を受けた兵士たちが、次々に投入されているものとみられ、ロシア正規軍の再編が進み攻勢を仕掛けてきた兆候が見られているが、さらにプーチン大統領が増員を発令する可能性があるとの指摘があるみたい。ウクライナ軍に対しては、これまでゼレンスキー大統領が提供を望んでいた西側諸国の新型戦車が供与されることが決定し、ドイツ製のレオパルトに、イギリス製のチャレンジャーに、アメリカ製の M1A2 エイブラムスなどがロシア軍と対峙することになるのであるが、ウクライナの戦車兵がその操縦を習得する訓練が開始されたとはいえまだまだ時間を要し、最前線に投入可能となるのは早くとも3月末から4月であろうと見られているね。そのため、ロシア軍側としてはそれ以前にプーチン大統領が軍に対して言明している、東部ドンバス地方のドネツク州とルハンシク州の完全制圧を達成しておかなければならないとして、2月から3月にかけて大攻勢を仕掛けてくることは間違いなく、実際に激戦が続くバフムート近郊の他のドネツク州とルハンシク州の地域のロシア軍部隊の動きが活発になっているよ。昨年9月のウクライナ軍による北東部のハルキウ州や、南部ヘルソン州などでの反転攻勢で、敗走を繰り返して練度不足や士気低下が指摘されていたロシア軍が、ここに来てやや息を吹き返した感があるが、その一方でやはり招集されたロシア兵たちがこの戦争に意義を見出せず、現場部隊では士気が低下していることを示す情報もあるんだ。そうなっちゃうよね。いくら補充したところで機械じゃないんだから、戦いに対して思うところはあると思うよ。ウクライナでは戦線に展開しているロシア兵に対して、ウクライナ軍への投降を進める私は行きたいと称するプロジェクトが進行していて、それがロシア兵の間に知れ渡り反応が見られるというぜ。プロジェクトでは、ロシア兵に対して投降相談の窓口となる電話番号が伝えられていて、首都キーウにその電話に対応するオペレーター部隊が存在しているとされているな。その電話にロシア兵からの相談電話が増えているとされ、投降の際の方法や投降後の扱いなどの問い合わせが来ているというよ。そして、この電話には動員されてウクライナにいるロシア兵だけでなく、ロシア国内から招集された兵士を心配する家族からの電話もあるとされ、ロシア国内においてもこれまでにない国軍の動員に対しての不安が大きくなっているものとみられているんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。